将棋将棋の先方拒否者矢倉カニカニ銀カニカニ銀は将棋の先方の一つ。九戦矢倉の一種で主に先手番で用いられる。奇襲先方に分類されることもある。考案者は騎士の小玉光一で2003年の第三十回将棋大賞、増田光造賞受賞先方となった。青の照市は富澤美三清らが好んで用いていた。 九千ヤグラの二枚銀戦方にカニカニ銀の源流があるのではと推測したことがあり、小玉もカニカニ銀は二枚銀九千ヤグラを母体にしたものとしている。カニカニ銀に似た線形は1950年11月7日、王将戦、大山康春 VS、増田構造で見られる。戦方の命名者は、森信夫で動き回る銀をカニに例えた。 あるいは2枚の銀をカニのハサミに例えたことに由来する。飛車の活用の自由度の高さと、九千ヤグラの中でも多彩な攻め筋を持つことが特徴。2枚銀九千ヤグラとは異なり、玉と金を初期位置から一切動かさない。後手目は六六歩ではなく七七銀と上がる。飛車先太いヤグラは採用せず、飛車先を二号まで伸ばし後手に三三銀を刺させて、早くに角道を止めさせてから。 右銀を四八銀を六歩も七銀四、六銀と活用させる。その後、後手が五筋の歩をついてくれば、五八飛と中飛車に振ってから九七角、六六、銀、七七 K と婦陣するのが一例で、敵陣の中央突破を目指す。当初は後手が万全と三二金と上がる、実践例が多かったが、先手の中央突破を防ぐことが難しいため、 ここに金右とあらかじめ備える差し方が多くなったという。中央からの攻めを狙う場合は3六歩と3筋の歩を突くのは地玉の傷になりやすく攻めも遅れるため悪手になることが多い。小手が中央からの猛攻を警戒して5筋の歩を受けずに争点を作らせないようにしてきた場合3六歩3五歩と右銀を早ぐり銀調に使い角は7九角と引き角にする。 通常の早ぐり銀とは違い、銀が3後まで進出しても、銀交換を焦らずにプレッシャーをかけながら、時期を伺う。この他に、五筋の位を取る手段もある。一例として第一図と、第二図は1987年6月11戦、B 級二組、先手小玉 v s 後手、桜井登る戦。第一図以下は63銀2 7九角74歩。 五六銀、三二金、七五歩七二飛七四歩、同銀、九七角、六三金、七八飛と、進めている。後手の飛車先交換に対しては向かい飛車等から、飛車交換を狙うのも一つの狙いで、威力であるが一段金なので飛車交換には強い。局面によっては飛車や角を細かく動かして、戦いを求めることも大事としている。森内俊之は、第41期王座戦2時、 予選2回戦でカニカニ銀を用い、六65手で勝利。その1週間後の11月27日には、小玉と森内の対局があり、この時は小玉のカニカニ銀を相手に、森内が124手で勝った。ハブヨシルは第82期規制戦の第1局で、ほぼカニカニ銀の形から攻めて勝利。盤の中央での戦いで持ち駒とした金、銀を、 相手の飛車を奪う道具として投資するという内容であった。ありがとうございます。